ショーンバーグ公爵は、かつて存在した、イギリスの公爵位。イングランド貴族爵位。軍人フレデリック・ショーンバーグが1689年に、ジョイされたことに始まるが、その後、メーナードの死によって廃絶した。爵位名は保有者の聖ショーンベール、または本姓であるシェーンベルクに由来する。初代公、フレデリック軍人、フレデリック・ショーンバーグは、フランス王国に仕官後、 軍事顧問としてポルトガルに転戦した。彼はポルトガル王政復古戦争におけるアメーシアルの戦いに勝利して1663年にポルトガル貴族爵位メルトラ伯爵に助された。さらに名誉革命時にはウィレム3世期下のオランダ軍副司令官としてイングランドに遠征した。ウィレム3世がウィリアム3世として即位すると フレデリックも1689年5月9日に、ショーンバーグ公爵を授けられた。同時に、ハリッジ公爵、ブレント・フォード伯爵爵及び、デイエス男爵にも除されており、いずれの爵位もイングランド貴族爵位である。初代公が翌年にウィリアマイト戦争に参戦して、ボイン側の戦いで戦死すると、いつをチャールズが爵位を継承した。代チャールズは1693年の、 マルサリーアの戦いで戦死したため、爵位は初代皇の次男メーナードが相続した。三代皇、メーナード自身もアイルランド貴族として、リンスタ皇爵、バンガー伯お及びパラダン尺を授けられた。しかし、三代皇は息子チャールズに創生されたため、彼の死をもって、すべてのイングランド及びアイルランドの爵位は断絶した。ただし、 メルトラ伯爵遺の実は、彼の存命の次女フレデリカが継承して、現在まで存続している。ありがとうございます。